江木和幸は、明治時代から、大正時代にかけての日本の文部、内務官僚、政治家、合派教諭、文部省普通学務局長、内務省検知局長、茨城、栃木、愛知、広島各県知事、貴族院議員、文部大臣、公天高級所長、全国新職会長、数密顧問官を歴任した、諏国岩国藩出身、岩国藩市、 ヘギ潜在門春隆の長男として生まれる。1870年、判明により、大阪改正所で外国語を学び、翌年より開拓かり学校、大学南校、公部省工学寮などに学ぶ。1874年に、文部省に出資し、会計局副長、私学官、参事官、普通学務局長を歴任。 1890年の第二次小学校令制定の際には寄贈者となった。1891年に一度退官した後、内務省に入り、大臣秘書官、県知局長、茨城、栃木、愛知、広島、熊本各県知事を務めた。1904年8月22日に、貴族院直選議員に任じられた。1907年の再退官後は、 貴族院議員として活動するほか、同年6月22日に、近畿官志向に認じられ、また臨時教育会議などの初信議会委員にも選ばれている。1924年には清浦内閣の文部大臣に就任し、晩年は、数密顧問官、文政審議会副総裁を務めた。この間、養子の江義翼が、県政会、立憲民政党総裁の顧問となったことから、 同等に接近した。また、傍聴教育会、全国新職会良会長、大東文化協会副会長、高天高級所所長も歴任している。江木和ずありがとうございます。